サッカー日本代表は11日、FIFA ワールドカップ26アジア2次予選兼 AFC アジアカップサウジアラビア2027予選としてエリオンピースウィング広島でシリア代表と対戦した。試合は上田綺世の前半13分のゴールを皮切りに日本が大量5得点で、2次予選最終節を勝利で飾った。試合後に町田幸樹がインタビューに答えた。動画、サッカー日本代表。 最新のゴールがこれだ。スタートから3バックを採用した森じめ監督は、町田、富安武博、板倉校の3枚をスタメンに選んだ。ミャンマー代表戦では出番のなかった町田だったが、今回のシリア代表戦でアピールできたかを聞かれ、相手が相手なので、正直、何とも言えないですけど、ただ、3で頭からやれるよというのは見せられたかなと思います、とコメントした。 森保監督が今回の2試合で3バックと4バックを試合中に変えながら試合を進めたこと、冨安や伊藤洋樹など CB と SB の両方をこなす選手などもいることで、DF のポジション争いはさらに激化。それでも町田は、本当に良い意味で層が厚くなったし、僕としては競争相手も増えるんですけど、守備が安定することが一番チームの強化になるので、と話した。 そんな中でも町田は、今日も流れの中で富、富安武博が真ん中で、板倉、宏君が釣り出された時に真ん中で対応するとか、流れの中で入れ替われるのは助かりますし、やりやすかったです、と手応えを感じている。代表のポジション争いも熾烈になる中、町田は今後も自らの実力を示すことができるだろうか。